今回は 70.42 平米の303号室のモデルルームをご案内いたします。それではどうぞ。こちらは約 11.8 畳のリビングダイニングです。広々としてますよね。それからこちらですね、天井を見ていただきますとご覧の通り梁が出ていないっていうのが特徴です。リビングダイニングにはガスの温水式床暖房が標準装備されています。とっても暖かいんで冬場には重宝しますよ。またエアコンと違って風が起きづらいので、まあ、小さなお子様がいるご家庭ですとこうホコリとかも舞いにくいのでいいと思います。リビングダイニングだけではなく洋室さん、こちらの方にも床暖房が標準装備されています。リビングダイニングと洋室のこちらの扉は閉まるようにできています。そしてこちら側からも突き開くことができます。こちらは洋室さんのクローゼットです。こちらの棚の高さなどは自由に変えられますので自分好みにレイアウトできます。続きまして約12平米のバルコニーをご案内いたします。奥行きは約2メートルございます。それからこちらですね、隣の部屋との境目は上から下まで覆われていますのでプライバシーに配慮されています。そしてこちらですね、スロープシンクも標準装備されています。こちらは約 3.1 畳のキッチンです。収納はこちらと、もちろんカウンターの下と、それからこちらにございます。キッチンには生ゴミを処理するディスポーザーが施されています。使い方は簡単。まあ、生ゴミを入れていただきまして水を出しながらスイッチをオン、そうしますと粉砕されまして最終的には処理槽の方に行ってバクテリアによって分解されまして下水の方に流していくと、そういうシステムでございます。キッチンの収納はそれだけではなくこちらにも物入れがございます。大容量ですよね。食洗機ですか。こちらの方にオプションでお付けできます。こちらはパウダールームです。こちらにはリネン庫がございます。結構大きいんですよね。こちらはバスルームです。浴室暖房乾燥機がついておりますので雨の日でも洗濯物を乾かすことができます。こちらは 0.5 畳の納戸でございます。こちらに分電盤ですとかハブが施されていまして、またコンセントがございますので掃除機の充電などにも便利です。こちらは約5畳の洋室にでございます。引き戸を多用してますのでこのようにですね、デッドスペースなくご利用いただけるのが特徴です。
らは約6畳の洋室1でございます。洋室1のウォークインクローゼットはこんなに広いんですよ。ぜひご覧ください。百聞は一見にしかず。この動画を見てちょっとでもいいなって思ったら、ぜひ本物のモデルルームに行ってみてください。皆様のご来場をお待ちしております。それではまた。最後までご視聴いただきありがとうございました。